11月のアメリカ大統領選挙に向けて、民主党の征服大統領候補のハリス副大統領とオルズ・ミネソタ州知事が有権者と対話を重ねるバスツアーを始めました。ハリス氏とオルズ氏は28日、大統領選挙の激戦州の一つ、南部ジョージア州をバスで回るツアーをスタートさせました。高校で行われた集会では、ハリス副大統領が高校生たちに向けて、 みんなの手本となるリーダーを目指してほしいと呼びかけたほか、地元の飲食店で有権者と言葉を交わしたり、写真撮影を行ったりしながら支持を訴えました。ハリス氏がバスツアーを行うのは18日に東部ペンシルベニア州で行って以降、2回目です。ハリス氏とオルズ氏は29日もジョージア州内を回り、支持拡大を目指すほか、大統領候補者になってからは初となるテレビのインタビューを受ける予定です。 一方、ライバル共和党のトランプ前大統領も29日はミシガン州とウィスコンシン州を回る予定で、激戦州を巡る戦いが激しさを増しています。